失礼します。みやぞんさんです。あっこさん、感謝してます。よろしくお願いいたします。なんか V で出たいとか言ってくれてたから、はい、あの子供の頃から見てた番組がどんどん今ないじゃないですか、はいはい、見てた番組に出れるということで、私今少年のね気分でございますなんかあれやね、事務所も辞めて、そうでございます、独立して、はい、あ、これもう先ちょうだい。これですね、はい、いろいろ調べたんですけど、甘いものも食べれるって聞いたんで、カラフルな、はい、何でしたっけ、今ちょっと上がっちゃって名前出てこないんですけど、わからんもんよ、持ってくんな。何でしたっけ、あ、マカロンです。あ、マカロン。マカロンが出てこないの、すいません、ありがとうございます。すごいね、カラフルで、うん、マカロン大体カラフルです。それでアッコさんにお似合いだろうと思って、これだと思いまして。どうなんだ、それで、はい、独立して、ありがたいことに、うん、仕事全部埋まっております。ああ、いいじゃない、なんで辞めた。やっぱ自分でやっぱりやっていかないとなって思ったんですよね。なんか嫌やってんな、あこさん。仲のいい別れ方ってありますね。でもね、でも、もうそうやって自分で決めたことだから、はい、ね、もう今の方がかえって自分に責任感が出るでしょ。そうですね、ね、地に足ついて頑張っていこうっていう気持ちでございます。何事にも感謝しながらっていうのはね、うん、前より強くなりましたね。あ、いいね、はい、それはいいこと、はい、ありがとう。それとね、私ね、本当にどっかですれ違ったことあるけど、あんまりないじゃないですか。ないです。チコちゃんって言っていいのか、あ、チコちゃん、せやせや、チコちゃんの時や、チコちゃんの時のアッコさんだって思っておございます。その時、そうそう、はそう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 、はい、それでね、すごい気になってて、この髪型はどうなってんの。あ、これですか。私的にちょっと後ろ見てくれる。はい、あ、後ろも地毛やな。はい、これ自分で作っておりまして、はい、改良に5年かかりました。ロケをやるわけじゃないですか、うん、リーゼントで風とか、まあ、僕アクロバットとかやるんで、うん、崩れるじゃないですか、うん、どうやったら崩れないかなと思って5年間計量しますと、こうなってですね、こうなってもう癖になるの。はい、そういうやり方があるんです。僕が改良しまして、これ押していただいても柔らかいんですね。だから人間もやっぱり柔らかいぐらいのが強いのかな、うん、そんなふうに思ってます。それは関係ない。触ってもいいんですか、アコさんが。アコさん触っていただけるんだから。いいんですか、アコさん。いいです、嬉しいです。いいですか、はい、ちょっと怖いな。あ、壊れないんだ。はい、壊れないように。形バリバリやね、思った以上に。そうですね、硬い。はい、5年間改良させていただいて。あ、じゃあセットすごい時間かかんの。40分ぐらいかけてますね。へえ。昔は1時間半かかったんですけど、どんどん短くなってきて。でも今日あんまり緊張しないで、出川もいるしさ、はい、うん、いつも言ってきようかと思って。そうです、意外に本当に上がり症なもんで。あ、いえいえ、失礼ないようにはしますが、はい、失礼があったら申し訳ございません。失礼あったらもちろん文句言いますよ、私。困ります。そう言ってくれる方ってなかなか少なくなりましたんで嬉しいです。ちやん、まあ楽しみましょう。はい、はい、よろしくお願いします。ありがとうございます。だから大した話できないんで、すいませんね、僕緊張しちゃって。緊張しなければまだいけるんですけど、まあでも緊張しないように。何を言うか。いや、出川が言ってたエレベーターで一緒だったんですけど、もうめっちゃ緊張してるんでっていうから、もうリラックスするように言っといてとは言ったんだけど、うん、緊張しないように。 ありがとうございます。 ありがとうございました。 すいません、はい、じゃあ、はい、ここはよろしくお願いします。お願いします。